スタンレ・エレディス・ホンダ最終日。女子ゴルフの国内ツアー、スタンレ・エレディス・ホンダ最終日が9日。静岡東名 c 市6 5 7 0ヤード、パー72で行われた。首位に2打差の3位から出てツアー初優勝を狙った菅沼奈々は、3バーディー、ボギーなしの69で通算11アンダーとしたが、通算12アンダーで優勝の小祝桜に一歩届かなかった。 アテスト5は目を潤ませ、めっちゃ悔しいです。今夜は眠れないですと話した。最終18番パー5、菅沼が放った3メートルのバーディーパットは、カップの右を抜けたフックに読みましたが、まっすぐでした。今季2度目の2位で、努めて冷静にプレーを振り返ったが、目は潤み、声は少し上ずった。前半は4番パー3と5番パー4で連続バーディーとし、 周位から出て同じ最終組の小祝い、上田桃子を捉えた、ハーフを終えると、二組先の最後を間を戻すコアで並んだ。後半は上田が脱落し、長井花々が浮上、16番パー3を終えた段階で、11アンダーで4人が並んでいた。しかし、小祝いが17番パー4のバーディーで抜け出した。杉沼は11番パー5では、グリーン左ラフからチップインバーディーを奪い、 ギャラリーを大いに沸かせた。14番パー4では、第一打を放った後、右足のふくらはぎが軽攣するアクシデントがあったが、笑顔は忘れなかった。右足がつったのは今季3回目です。水分をあまり取ってないせいだと思いますが、動揺はありませんでした。今日は優勝したいけど、できなくても仕方ないと思いながら、最後まで笑顔で楽しくゴルフを続けることだけを考えていました。 それでも大事なパットを入れられなかったですと言い、めっちゃ悔しいです。今夜は眠れないと思いますと感情を出した。ただ、前日は日没サスペンデッドでこの日は、第2ラウンドの残り1ホールを消化するため、午前7時にスタート、同4時に起床したことを振り返ると、やっぱりこの記事についてネット上では様々な声が上がっています。 菅沼さんに優勝するに足りない部分をあえてあげるなら、やはり、ここぞの決定力が足りないのだと思う。17番でしっかりバーディーパットを沈められた小井さんと、14番でパットを外した菅沼さんの優勝争いの経験値が如実に出た対照的なし、14番はパットの内容としては惜しかったのだが、優勝するには惜しいではいけない。複数回優勝をする選手は、どんなに距離が長かろうが、 勝負がかかった場面では、必ずと言っていいくらい結果を出してくる。一つの勝負がかかったパットに対して、どれだけ気持ちを込めて必ず入れるという強い気持ちを持ち、そして沈められるか、それが菅沼さんに備わった時、菅沼さんが優勝カップを手にするシーンが何度も見られることになるだろう。最近では予選落ちもなく、決勝ラウンドの常連者になりつつある期待の若手。 優勝に手が届きそうな惜しい試合も何度かある。今日も、あと一歩のところまで来ているだけに悔しいだろうね。今年は、しっかり結果を出している。現時点で、獲得賞金も、昨シーズンの倍稼いでいる。シード権も、ほぼほぼ支柱に収めてるんじゃないかな。今日のような積み重ねが優勝を手繰り寄せるきっかけになると思います。きっと近い将来その日が来ると信じてます。今期伸びた選手の一人ですね。 でも最終日だけで言えば、14番と18番でバーディを取れなかったのが大きかった。それほど難しくない 23M のパット。外したから相当悔しいはず。今季、パットのスタッツがいいだけになぜここで外れるかという。稲見は同級生だし若い選手は、どんどん勝っていくし焦りはあるだろうけど、一つ一つやっていくしかないと思う。なんとか今季中に勝ちたいね。3日間や、 4日間のトーナメントだと。パッティングも3パターンくらい変化が必要なのでは。安全運転モード、ジャストタッチモード、そして最後は入れに行く強気のモード。最後のパットはラインの読みは正しかったが、結果は正しくなかった。という印象、何が言いたいかというと、最後の入れなければ生き残れないパットも、単にラインに乗せようとジャストタッチで打ったというイメージ。あそこは、 ラインを読んだ上で、少し強気で打つ前提で、少し薄めにラインを引き直して勝負して欲しかった。18番 3M は惜しかった。気持ちはわかります。これを入れて、PO の戦いを見たかった。けど、得るところで取らねば勝てない、大きな勝になったでしょう。今の調子を維持する努力を続けることで、必ず優勝を勝ち取れます。過ぎたことは忘れる。次だ。応援してますよ。ファイティング。 7、安定して上位にいるスガヌ沼7さん。笑顔が可愛いですね。ただ、可愛いだけじゃあかんよね。ここぞってところで決めて盲信し,してもらわないとね。チップインバーディーで流れをつかめたかって思ったけど、コーパットが入らずでしたね。ショットも、左右のブレも力んだんでしょうね。足がつったのも、誤算だったでしょうね。また、勝てる日が絶対来ると思うよ。ショットメーカーなんで、一つ一つの精度上げよう。 チップインで流れが一気に来ると思ったんだけどな。恋いでなければ、あのバーディーで相手が焦ってめくれたと思うけど相手が悪かったが、恋はイワールドには効かなかったね。足を気にしてたから怪我してないことを祈ってます。次戦での優勝期待してます。いつも惜しいけど、今日は悔しいですね。でも、今年の西郷さんと同じように、一つ勝ったらどんどん勝ちそうですね。歓喜の日が来るまでを応援します。頑張ってください。 菅沼さん。前から応援しているんですが、こんなにアプローチが上手いとは、改めてファンになりました。昨日からすごいチップイン連発。めっちゃ悔しいは本当でしょう。それをバネに次は優勝。今回は残念でしたが、真の強いプレーがすごいと思います。強くなっても、小祝い桜と同様に髪の毛を染めたり、 スポンサーから借りてる車をインスタで自慢したりせず地味でいいので変わらないでいてほしい。